のさ、親父が始めた店で、あー、なるほど。もう何十年か、そろそろ60年っていう時代なんで、作りが古いんですよ。いやいや、こういうとこ大好きです。ありがとう。こういうとこ好きなんですよ。結局さ、こうやってブロックで組んだけど、こんなのお客さん、こういう部分はお客さん歯触り悪いしさ、全部こうやって掃除していっちゃうんですけど、やっぱり軟骨とかがあるんで、やっぱり気をつけないとさ、ラジオでもある程度角度も変えて構わないです。ありがとうございます、うん、あ、音声大丈夫？あ、大丈夫です。音声は消えてるよね。いや、消えてないです。大丈夫だ。大丈夫だ。はい、わかりました。こうやっていろいろさばいていくわけです。はい、そうするとできるのがってやつね。こういう形で表面にほら白い部分が減るじゃないですか。あ、確かに、本当だ。うん、確かに。で、それを切っていくわけでございます。これがとんかつになるってわけですね。そうでございます。ただ問題はここだってやっぱりまだこういうのが残ってるんで、切ってあげてここもう一回取ってあげるイメージですね。そう、硬いんですね。そうです、硬いです。だからやっぱり歯触り悪いし、今は僕も分かんないですけど、一時期はあのここからさらにさ、はい、筋切りというか叩いてさ、柔らかくするとかってあったけど、僕はそれが嫌いなんで、それはしません。なるほど。説明とかは別にいらない？大丈夫です。OK。めちゃくちゃうまそう。相当美味しそうっす。
ケー。はい、ありがとうございます。暑いから気をつけてね。はい、はい、ありがとうございます。ございます。あ、暑いからね。はい、